これより後半戦に入ります。プレーナンバー 3-1 アイランズキックオフ。キッカー10番トライスターズリターン、リターナー2番、トライスターズ陣25ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー 3-2 トライスターズ自陣27ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック19番ドロップバックからパスを投じましたが、このパスは不成功。ターゲット33番プレーナンバー 3-3 トライスターズ自陣27ヤードからセカンドダウン10。ウィングバック33番モーションから右オープンへのスイッププレー、しかしこれはアジャストされゲインはなし。プレーナンバー 3-4 トライスターズサーダウンテン、ボールオン自陣27ヤード。パス不成功、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、ボールが浮いている間に相手に接触しました。この反則は重大な反則として捉えます。反則発生地点からファーストダウンとなります。トライスターズファーストダウン。プレーナンバー 3-5 トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣38ヤード。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。イリーガルシフト、2人以上の選手が動いていました。オフェンスはモーションによる1人以外は動いてはいけません。5ヤードバッタリしファーストダウンやり直しです。
プレーナンバー3の6、トライサーズ自陣33ヤードからファーストダウン15。先ほどの反則の訂正です。反則の内容はフォルススタート、不正なスタートを切ったという反則と変わりました。罰則の施行は同じく5ヤードの罰体。したがってトライサーズファーストダウン15となります。プレーナンバー3の6、トライサーズ自陣33ヤードからファーストダウン15。ここでオプションのピッチミス。このピッチミスを抑えたのはアイランズ。したがって攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー3の7、アイランズ相手陣26ヤードからファーストダウン10。アイランズファーストダウン。ランニングバック26番リードオプションのピッチを受け、右オープンを展開、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の8、アイランズ相手陣13ヤードからファーストダウン点。右オフタックルへのパワープレー、キャリア26番、ゲインは約4ヤード。プレーナンバー3の9、アイランズ相手陣9ヤードからセカンドダウン6。トライサーズナイスディフェンス。再び右へのリードオプション。しかしこれはトライサーズが2番がチャージし、約3ヤードロス。プレーナンバー3の10、アイランズサーダウン9、ボールオン相手陣12ヤード。パス不成功。クォーターバック10番、プレイアクションから右ロールアウトでパス。しかしこのパスはカバーされており、パス不成功。フォースダウンと変わります。プレーナンバー3の11。アイランズフォースダウン9、フィールドゴールトライ。ここでアイランズスラップミス。キッカーが抑えようとしましたが、この時にボールをファンブル。
そのファンブルをしたボールを強奪したのはトライスターズ34番、そのままエンドゾーンまで走り切りタッチダウン。トライスターズ6点獲得。プレーナンバー3の12、トライスターズトライ4ポイント。キックによる1点を狙います。キッカー8番、キック成功、1点追加。トライスターズ7点、クラブアイランズ6点、逆転です。プレーナンバー3の13、トライスターズキックオフ。先ほど得点を挙げたトライスターズのキックオフで試合再開です。キッカー8番、アイランズリターン。ナイスリターン。リターナー26番、自陣40ヤード付近までボールをリターンし、ここからの攻撃権獲得です。プレーナンバー3の14、アイランズ自陣40ヤードからファーストダウン点。パス不成功。クォーターバック9番オプションフェイクのパス、ターゲット9番、しかしこれはトライスターズ17番がアジャスト、セカンダウンに変わります。プレーナンバー3の15、アイランズ自陣40ヤードからセカンドダウン点。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック10番、ワイドレシーバー18番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の16、アイランズ相手陣44ヤードからファーストダウン点。
ランニー枠26番ハンドオフから左を2クロー駆け上がり約9ヤードのゲイン。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー3-17アイランズ相手陣36ヤードからセカンドダウン2。ナイスディフェンス。ランニバック26番のハンドオフのパワープレーでしたが、これをトライスターズ56番がチャージし約1ヤードロス。プレーナンバー3-18アイランズ相手陣37ヤードからサードダウン3。アイランズオプションプレー、キャリア26番、しかしこれをトライスターズ2番がチャージしノーゲイン、フォースダウンに変わります。プレーナンバー3-19アイランズフォースダウン2、プレーを選択します。ギャンブル。パス不成功。クォーターバック10番プレーアクションからのパス、しかしこれをトライスターズパスカット、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー3-20トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣36ヤード。ここでホイッスル。トライスターズ後半1回目のタイムアウトを取りました。
トライサーズ後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー3の20、トライサーズ自陣36ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック19番スイープフェイクのパス、しかしパスがショート、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー3の21、トライサーズ自陣36ヤードからセカンドダウン10。オプションプレーのピッチを受け、何枠33番オープンを展開しようとしましたが、ゲインは2ヤード。プレーナンバー3の22、トライサーズ自陣38ヤードからサードダウンウェイド。QB サーク。クォーターバック19番ドロップバックからパスを投じようとしましたが、これはアイランズ89番が QB サーク。プレーナンバー3の23、トライサーズフォースダウン12、パントフォーメーションを選択します。アイランズリターン。ハーフウェイ付近でアウトバーンズ。攻守交代です。プレーナンバー3の24、アイランズ自陣45ヤードからファーストダウンで。タッチアウト。ランニング26番ハンドオフを受け、右オープンへのダンプレーに展開。そこからスピードで相手を振り切り、サイドラインを独走、そのままエンドゾーンまで駆け込み、タッチアウト。アイランズ6点獲得。プレーナンバー3の25、アイランズトライフォーポイント。キック成功、1点追加。クラブアイランズ13点、トライサーズ7点。プレーナンバー3の26、アイランズキックオフ。先ほど得点を挙げたアイランズのキックオフで試合再開です。キッカー10番。
ここでホイッスル。今回、キッチングチーム21番、カレンダーの停止に不用意なホイッスルがありました。ウェールからキックオフをやりました。先ほどはキッキングチームのオフサイドの反則がありました。ホイッスル自体はミスホイッスルです。しかしトライスターズは5ヤード下がっての蹴り直しを選択しました。プレーナンバー 3-27 アイランズキックオフ。先ほどオフサイドの反則がありましたので30ヤード地点からのキックオフになります。トライスターズリターン、ハーフウェイを越えたところでボールデッド。ここからの攻撃と変わります。プレーナンバー 3-28 トライスターズファーストダウン10、ボールオン相手陣49ヤード。パス成功。クォーターバック10番、ワイドレシーバー34番にパスを通し約8ヤードゲイン。プレーナンバー 3-29 トライスターズ相手陣41ヤードからセカンドダウン2。キュービーサーク、クォーターバック10番パスを投じようとワンポンプフェイク。しかしここでアイランズ99番がキュービーサーク、5ヤードロス。プレーナンバー 3-30 トライスターズ相手陣45ヤードからサーダン6。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、クラブアイランズ13点、トライスターズ7点、攻守方向入れ替え第4クォーターに移ります。